そしてこの大ヒットンレブ大拶に向けての反響の声の中でさらに、やっぱり郷と甘り田先生のうまそげ対決についてもとても反響の声ありましたが佐藤さんは、はいはい、甘り田先生と神のゴーの関係はどのように捉えてますか、えっと、神のゴーと甘り田先生はあの自分の好きなことにまっすぐで,好き,な給食で好きな給食を通してあの戦友として絆を深めていくというのが。 僕、佐藤大使から見て、すごいいい関係だなって思いました。はい、ありがとうございます市原さんはどのように捉えてらっしゃいますか大使が大好きですよ、僕は。<laughs> 初めて会った時、<laughs> 13歳ですよ。僕のデビュー当時の頃とことの重ねながら見ていて、<laughs> ちゃんとご飯食べてるかな、歯磨いてるかな、<laughs> <laughs> あのちゃんと寝れてるかな <laughs> あの、宿題してるかな、勉強大丈夫かな、受験大丈夫かなとか、いろんなことを思いながら、現場ちゃんと楽しめてるかなとか、いろんな思いでこう。 あの陰ながら親戚のような感覚であの応援しながらあの一緒に時間を過ごしていましたあの神の豪とはあの日、あの時あの場所であの人と過ごしたことは一生涯忘れないんだろうなというような思いをあの残してきましたあのそれはご本人佐藤大志ともそうです今15歳になって大人になってるんですよね <laughs> シーズン2になって あの深川飯でダイブするシーンがあるんですけども13歳の頃は今も無垢なんですけどいやもっと本当にもう現場でも寝ちゃうぐらい <laughs> それが可愛らしくてでちょっと大人になってやがったんですよね <laughs> 悔しくて僕はもうどうにかしてこう笑わせたいというか現場を楽しませたいとかそういうことを思って気がついたらダイししてました <laughs> <laughs> ありがとうもう愛がね溢れておりますけれども。